伝説のホースケ君、初号機でございます。1997年に平和が開発発売した顕微鏡パチンコ機落としチャッカー入賞で、薬物上の羽が開き、拾われた玉が回転体の赤菜に入ると両目をかたどったデジタルが回転 VV で顕微発生、大当たり後に羽解放時間が延長され、デジタルが回りやすくなる連チャンシステムが厚かったものの、4分の1で2ラウンド顕微というのがくせ者でした。1997年に奥村が開発発売した2回顕微鏡パチンコ機、へそ通過でドットデジタルが回転、図柄の三つ揃いまたは中が金図柄で顕微獲得チューリップが開き、入賞で下デジタルが回転33または77で顕微獲得、2回目はメインデジタルが10倍アップ、チャンスは頻繁ながら必ず顕微獲得とは限らないというのがミソでした。
1995年に三星が開発発売した3回権利ものパチンコ機ダブルチャッカーを玉が通過、大きいカラフルな3色ドットの図柄が3つ揃えば株アタッカーが開き、中央の V ゾーンに貯留されれば権利獲得、右打ち消化、2、3回目は確率が10倍アップ、演出は複数のスーパーリーチや戻りアクションがあり、多彩で楽しめました。1993年に京楽が開発発売した権利ものパチンコ機、へそを玉が通過し、ドットデジタルが3つ揃い、または3と7の前後章で上部の電柱が開き、3個以上入賞すればほぼ権利獲得、右打ち消化、権利終了後の1回転目に中で目が奇数で止まれば次回まで確率が10倍アップするという連チャンシステムが打ち手を熱くさせました。なんかいろいろ当時は高楽が1992年頃です。1993年に三協が開発発売した権利ものパチンコ機、天横からクルーンを経て役物用地、ゴーと書かれた部分に入ると確率50分の1の3桁デジタルが回転、三つ揃いで左の権利獲得で宇宙が解放、ラッキーと書かれた穴に入れば権利獲得、右打ち消化、デジタル1回転目の激しい連チャン性が打ち手を魅了しました。
1992年に豊丸が開発発売した2回権利ものパチンコ機、天下に入賞した玉が、クルーン手前入賞で、左のチューリップと権利獲得電動チューリップが開き、後者に玉が入賞すれば権利獲得、右打つ消化、2回目は弱め打ちして、左のチューリップに玉を入れれば、再び電動チューリップが開き、権利獲得ができるという仕組み。1991年に産業が開発発売した2回権利ものパチンコ機、玉がへそを通過し、デジタルが3つ揃うと、チャンスと書かれた電柱が開放、1個でも入賞すれば権利獲得、右打つ消化、2回目は確率が10倍アップし、容易に権利が再獲得できる仕組み。当時、縁取りがなされたデジタルが綺麗で、おしゃれに感じられたものです。1997年に三協が開発発売した2回権利ものパチンコ機、天下の穴に玉が入るとデジタルが回転、000から555で権利獲得、右打つ消化、2回目は確率が5倍アップし容易に権利獲得が可能。しかしシステムに穴があり、最終ラウンドにデジタルを揃わせ権利を終わらせると連チャンが取れる攻略法が発覚、判例に終わりました。1986年に平和が開発発売した権利ものパチンコ機、天下の穴に入った玉は下の回転体へ、担当が時計の5時から9時の位置で玉が落ちれば V 穴に入賞、軽快な聖者の行進とともに権利獲得。権利中は中央株チャッカー入賞で最高8回アタッカーが開きますが、権利中に再び V ゾーン入賞すると権利消滅してしまいます。
sugar sweet. You got what I need. Sipping on the potion, all that good emotion. Just my kind of heat. Keep it on repeat. Testify. ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。